うん。うん。うん。うわあ。ああ、今日も酒がうめえな。白どっくりの兄貴。あ？兄貴。助けてくだせえ、白どっくりの兄貴。おいら追われてるんで。てめえ一晩この石頭が腹割れるかと思ったじゃねえか。飛び込むんなら女の胸にしやがれ。そりゃおいらだって兄貴の腹より女の胸ですけど、今はそれどころじゃないんすよ。かくまってくだせえ。おめえ何やりやがった。その一晩どこに行きやがった？兄貴、足元、裾に隠して裾。くそ、目に刺さる。こいたろか、おい。白どっくり、この辺で一晩の野郎見なかった？いや、見てねえな。ああ、もうこの辺りから匂いがしたんだけどな。こっち？おっと、湿気。あー、鼻が曲がる。勘弁してよ、白どっくり。悪い悪い。もうこれしばらく鼻効かないじゃん。コインリョウ、ずいぶん怒ってっけど、あいつは今度は何をしたんだい。覗きだよ。せっかく気持ちよく風呂入ってたってのに、空見上げたらあいつの頭がふよふよ浮いてやがったんだ。今度という今度はもう許さねえ。そりゃあ災難だったな。ああ、そういや、里の西の方で動物が騒いでたぞ。もしかしたら一晩の野郎かもな。あ、マジか。待ってろよ、一晩。元気だね。おお、生きてたか。殺す気かい。まあまあ、匂いごまかすにはいい手だったろうが。そういやお前、体はどこに置いてきた？長老んとこの裏手に隠してありますわ。この前は体を家に置いといたせいでえらい目にあったんでね。そう、そこに隠してあるのね。ひゃっ、け長老の姉さん、いつからそこに？今さっきよ。コイン寮が随分怒ってたけど、何したの？覗きだってよ。あんたどっちの味方っすか？もう、コイン寮のことが好きなのはわかるけど、ほどほどにしてね。え？何の話っすか？え？一晩はよくコイン寮の着替えとか覗いてるから、てっきり好きなのかなって。はははは！何っすよ、あんなうるさいの。おいらは女体が好きなだけっす。そうなの？でも私一度も覗かれたことないんだけど。そりゃ九条郎の姉さんは髪の毛で体隠れちゃってて脱いだって見えねえっすから。そうよね。どうせ私なんて遊郭でも売れ残りだったし、女の魅力なんてちっともないわよね。ああ憎い、私をバカにしたあいつらが憎い。ああもう思い出しただけでもうヘドが出る。姉さん姉さん、おいらそこまで行ってないっすよ。ああ、ケジョーロはこうなると長いぞ。ケジョーロ、ずいぶん早いお戻りだな。やべ、逃げないと。いや待て、様子がおかしいぞ。大変大変、見てこれ。なんか里を出たとこに落ちてた。これ人間の子供？ゆずる、ゆずる、起きて。ののか？ここは、おい、だ。ゆずる、大丈夫？どこか痛いの？足を怪我してるみたいだ。でも手当てしてある。ののか、ここ、どこかわかる？わかんない。私も今目が覚めたの。僕たち確か裏の山で遊んでて、
そうだ、いきなり木に穴が開いて吸い込まれたような。やっぱり木に食べられちゃったよね。ここってまさか木の中？おお、お目覚めじゃ、お目覚めなのじゃ、お目覚めなのだ。何？妖怪？お主たち名は何と申すのじゃ。わしはソデッキ小僧なのじゃ。遊ぶことが大好きなのじゃ。そんなわけで一緒に遊ぶのじゃ。スネコスリはスネコスリなのだ。邪魔をするな、わしが遊ぶのじゃ。おい、スネコスリはスネコスリ。人の話を聞かんか。もう二人とも騒がしくしちゃダメよ。髪の毛が喋ってる。ごめんなさい、びっくりさせちゃったわね。私ケジョーローという妖怪なの。はじめまして。お名前は？神谷ゆずるです。神谷ののかです。あなたたち、里の外に落っこちてたんですって。覚えてる？木に食べられました。ああ、あちこちのお山に入り口があるから、きっとその木がつながっていたのね。ここは妖怪の隠れ里なの。妖怪の隠れ里？おい、できたぞ。あ、二人とも、まずはご飯にしましょう。ののかに譲るな、よろしく。私は小飲料、虎川の飲料のつくも神だ。私はケジョーロ、遊郭生まれの妖怪よ。それにしても二人ともあんまり驚かないのね。妖怪なんて今時珍しいと思うんだけど。すごく驚いてます。妖怪なんて初めて見ましたから。そうすごくすごくびっくりしました。私たちって帰れるんですか？もちろん。でも入り口からそのまま戻れるわけじゃないから、怪我が治るまではここで休んでいった方がいいかも。この里は長老が人間を襲うべからずって方針だから安心しな。わかりました、ののか。それでいい？ごめん、迷惑かけて。何言ってんの？ゆずるのせいじゃないでしょ。袖引き小僧もすねこすりもしばらく前にここに来たばかりなの。遊び相手になってくれると嬉しいわ。すねこすりはバカじゃの。ソディちゃんが意地悪するのら。ゆずる、起きてる？起きてるよ。ねえ、言わない方がいいの？神ゆのぎのこと？うん。ゆずる、神やとか急に言うし、びっくりした。神ゆのぎの名前は有名だから。式神使いってこと、言ったらダメなの？退治屋とか式神使いとか、そういうの嫌ってる妖怪もいるし、言わない方がいいと思う。そっか、わかった、気をつける。でもいい人たちでよかったね。人じゃないけどね。パパとママの言ってた通りね。悪い妖怪もいるけど、お友達になれる妖怪もいるよって。そうだね。